鏡城郡は、朝鮮民主主義人民共和国環境北道に属する郡。李氏朝鮮王朝時代の地方行政の中心地であり、環境道の名も鏡城に由来する。また、小津温泉をはじめとする温泉が多い。日本海沿岸に位置する。北には、清津市、南に、両老郡、西に、延べ社群と接する。植民地期までの鏡城郡は、 現在の両老軍を含む、高栗、木海を経て、女真族の領域となり、高来との間の構想の場となった。一時期元の統治下に置かれたこともある。朝鮮王朝初期にこの地は、鏡城と呼ばれるようになり、この地を治める鏡城徒語府氏は、北道節土氏の兼任とされるなど、東北辺共同地上の重要な土地とされた。近代に入っても引き続き、 環境北道の道庁所在地であった。軍内のラナンには日本軍第19師団が駐屯し、1920年代にはラナン優に軍長が移転された。ラナンは1940年に清津府に編入される。この府市の出典一優十五里後労働者区から構成される。中心部はかつての主護津優である。1945年8月15日時点で、 鏡城郡は以下の24面から構成されていた。現在は 1U、5労働尺、15里を管轄する。温泉や風光明媚な自然で知られ、植民地期には一大観光地であった。良質の糖度を産し、洋業でも知られる。気津から西南方へ 35km 離れた海辺に一致している。朝鮮の有名な陶磁器生産地、休養観光地である。 ありがとうございます。